どうもこんにちは、ほうです。今回はサブノーティカというゲームをやっていきたいなと思います。こちらのゲームは Steam の方でアーリーアクセス版として購入することが可能です。さて、ということでニューゲームやっていきましょうか。はい、こんな感じで4つの中から選ぶことができるみたいですね。サバイバルとフリーダム、ハードコア、クリエイティブという感じなんですが、今回はもちろんながらサバイバルでやっていきたいなと思います。酸素、生命力、空腹度、乾き度、パワーを管理し、危険な生物から回避しながら生き残ってくださいというモードですね。よろしくお願いいたします。さあ、ということで今回は日本語化モッドを入れて遊んでいますね。さあ、ということでこれがなんかね、主人公が乗ってる船みたいなんですけどね、ちょっとやばそうですねさあ、始まりましたね。お、どうなってるんだこれは。ということで、おお、なんかあー、宇宙船が見えるね。あ、めっちゃ爆発してるということですね私はなんか脱出ポットに乗ったみたいで、あ、消火器がすごいな。おお、めっちゃ暴れるなヘッドショット、今のは痛いよな絶対鼻折れたな、鼻絶対折れたわ今の。さあ、ということでなんとか無事だったみたいですねすごい拷問でしたけどねていうか消火器が爆発しなくてよかった。消火器爆発したら結構危ないからね。さあ、ということで始まりましたね。ちょっと申し訳ないんですけどね、最初の方は若干やらせていただきました。あらかじめやっぱり実況なんでねちょっと積んでしまったら嫌なので、最初の方だけはちょこっと遊びましたので、ご了承ください。まあほぼ初見だと思っていただきたいと思います。はい、ということでこれが主人公が乗ってた船ですね。でこれが脱出ポットで、私は何をするかと言いますと、こうですね。すごいよねこれめちゃめちゃ綺麗。はい、こんな感じで海の中に潜って、まあ魚とかね、こういうやつをね砕いて、アイテムを手に入れてやっていくみたいですね。さあ、ということで私は何をするんだっけまあ適当にアイテムとかを取っていきましょうかね。でそして左にあるあの UI なんですけどね、一番上が酸素で、その下が体力で、そしてその下が、お腹で、その下が水ですね。酸素はねちょっと息継ぎしに行かなくちゃいけないのでね、ちょっと大変ですが、まあ、そこら辺はちょっとね頑張ってやっていきたいなと思います。これ何でしょうかね生物の卵、これも一応もらっておきましょうか。さあ、こういう魚もね手で掴んでいけるんでね、こんな感じですごいよね、結構主人公あれだよね、すごいですね。さあ、あー魚逃げちゃうな、やばい、息がやばくなってきた。さあ、あーやばい、これはやばい、このサメねちょっと危ないんですねめっちゃ攻撃してくるんでね、あれには気をつけてやっていきたいなと思います。なんかいきなり出てきたな、びっくりしたちょっと魚もらっていきますか。魚をどんどん手で取っていきたいと思います。ちょっと主人公の身体能力高いよねすごいすごいすごい。あ、これは取れないのか。そしてなんか iPad 持ってますね、これでインベントリーがあります。こ、あ、間違えて食べちゃった食べてしまいましたね、生のまま。実は焼くことができるんでね、焼いて食べようかなと思ったんですけど、間違って食べちゃいましたさあ、ということであと1匹ぐらい魚捕まえましょうか。
この魚はね結構重要なんですよ。このクラゲみたいな魚、これで水を作るみたいなので、はい、やばい、これ死ぬ死ぬ死ぬ早く息をしないと。ではちょっとポットの方に戻りたいと思います。これが僕のお家になったみたいですね。そしてこれでなんかアイテムを生成できるみたいです。ではこのね、この気持ち悪いクラゲみたいな魚をちょっと水に変えていきたいなと思います。これですね、飲料水に変えていくことができますね。さてということでフフ、あの魚から飲料水ができるっていうね、なかなか素晴らしいですね。こんな感じですね。はい、飲料水ができました。じゃああとはね、魚も焼いていきましょうか。調理してと。これね非常に便利ですね自動でね調理してくれるんで。さあということで、これですね、調理済みの食料を食べていきたいなと思います。いただきますはい、ということで、さあ水も飲んでいきましょうかね。わ、めっちゃいるなサメが。今回なんかめっちゃサメが近いんですけどね、嫌ですね。なんかこのマップはね自動生成みたいで、全然違うマップになるみたいなんですね、人によってはなのでそういうとこも面白いですね、自動生成ですからね。さあということで、こちらは手に入れましたね。今回何していこうかななんかね、まず酸素ボンベ作らないとねいけないんですよね。長いこと潜って入れられないので、まずはちょっとね酸素ボンベ作っていきたいなと思います。食料も集めつつね。やばい、ふう、酸素ボンベがないとやっぱりきついですね45秒しか潜っていられないのでそれでもまあ普通の人間に比べたら結構潜れてる方なんですけど、ちょっとね鉱石を集めて酸素ボンベ作っていきましょうか。今回の目標はそれですね、まずは酸素ボンベ作ろうみたいな。さあどうしようかなてか目がでかすぎて気持ち悪いな、これキモすぎる。やばい、そろそろやばいですね。うう、疲れた、やばいやばいかわいいなこれ、かわいいなめっちゃかわいいですねあの船。さあこちらのなんかキノコみたいなもの取っていきましょうかよくわからないけどね、なんかわかんないけど取っていきましょう。よいしょ、あ、なんかサミがいるな。こいつ本当にちょっと邪魔だよななんでこんなに近いところにいるんだろうな。よし、どんどん取っていきましょう。夜になる前にねいろいろ取っていかないとまずいですからね。夜はね本当に真っ暗になるので、まあほとんど活動することはできませんのでね、ここら辺のやつもどんどん取っていきたいなと思います。さあ非常に綺麗だよね。これも破壊するかまあとにかくなんかわからないけどね、いろいろ取っていきましょう。そしてこれがすごいんですね、このね惑星何かわからないけどね、どこの星か全く見当がつかないんですが、めちゃめちゃ綺麗な惑星がありますね。さあなんか砂も削れるみたいなんですけどな、これ一体何でしょうかね削る意味がちょっとよくわからないんですけどね。さあ、うわー、めっちゃ綺麗だなこれ、すごいすごいすげえ綺麗だな。ちょっと早めに撮っていくか、もう夜になってきたからね。さあどこだ、あったあった、これももらっときましょう。魚はね結構重要ですからね。よし、危ない危ない、うわーもう暗くなってきたなあんまりなんか撮れてないような気がする。てかこの iPad がすげえいいですよねさあ撮っておきましょう。そろそろやばそうだね、戻りましょうかすごいよねこれ、
怖いな、なんかちょっと怖いですね。幻想的だけど。おお、やばいやばい、なんか秒読みが始まってる。逃げましょう。どうした？マジかよ。なんかすげえことが起きたな。もしあそこでさ、水の中にいたらどうなるんだろうね。めっちゃ気になるんだけど。すげえことが起きたね。なんかこのガチガチ言ってるのは多分放射線の音だと思うんですね。なのでちょっと怖いから出たくありません。さすがに放射線の中に行きたくないのでやめておきます。ちょっと外にいたらどうなるかっていうのを試してみたいんですけどね。さあ水を作っておきましょうか。さてということで、この船はね多分壊れないみたいですね。ずっとここの中に住んでいくことができるみたいで、あとなんかね拡張していくこともできるみたいですね。こちらのこういうところから、まあ、材料があれば拡張することもできるみたいです。なので後々ねそういうこともやっていけたらいいなと思います。さあ水は全部作ったね。あとは魚なんですけど、あ、魚は全然捕まえてないのか。さあということで、じゃあちょっとね資源を加工していきましょうかね。さあチタニウムを作っていきましょうか。さあ作れましたね。あとは確かね、ですね、作らなくてはいけないアイテムが何個かありまして、これですね、フラッシュライトもあった方がいいみたいで、あとはスキャナーですね。スキャナーは結構なんか設計図を手に入れるために必要なので作っていきたいなと思います。あとそしてこれですね、酸素ボンベですね。ガラスが必要なのか。ガラスなら作れますね。こちらです。さあこれでガラスは完成ですね。酸素ボンベ作りましょうか。さあ酸素ボンベ完成しましたね。75秒潜れるようになりました、これで。ただしこちらのこんだけね4つ分インベントリーを、使ってしまうので、その分アイテム持てる量が少なくなりますけどね。たくさん潜れるようになるので、まあ、これは絶対必要みたいですね。じゃあもう一個作ろうかな。ガラスがないかな。あーちょっと無理ですね。また取ってこなくちゃいけないな。さあということで、あとは電池かな。電池も作っていきましょうか。確か電池は作れたような気がするんだけど、気のせいかな。あー作れますね、ちゃんと。さあこれでちょっとフラッシュライトを作っていきましょうか。フラッシュライトだっけ、なんだっけ。あーこちらですね、スキャナーですね。こちらのスキャナーを作りたいなと思います。さあということで、スキャナーが完成しましたね。あとはなんだろうな、ガラスが必要なのか。あとサバイバルナイフも絶対必要なので作っていきたいんですけどね、ちょっと材料がまだありませんね。なので次はどうしようかな。まずガラスを探しに行きましょうかね。電池は作っておきましょう。さてということで、ガラスをちょっとねもらっていきたいなと思います。あ、朝になりましたね。すごいな、なんか何が爆発したんだろう。ちょっと よくわからないんですけどね。さあそろそろ潜っても大丈夫かな。あ、大丈夫だね、見えますね。ガラスはこれからできますね。これね結構光ってますけど、これをたくさん集めていきたいなと思います。あ、多分もうガラスはできるかな、確かね。一旦戻ってガラス作っちゃいましょうか。フラッシュライト作ってしまおう。はい、ということでガラスに変えます。いや非常に便利だなこれ。めちゃめちゃ便利じゃんみたいな。フラッシュライト作りましょうか。さあできましたよ。あとは何だっけ。あと酸素ボンベ1個ぐらい作りたいですね。もう1個ぐらい。やっぱりガラスがたくさん必要ですね。
さ、こいつはもらう。水はもらう。これ結構ね、必要ですからね。さ、ここら辺の鉱石もどんどんいただいていきましょうか。そしてガラスが欲しいな。すげえガラスが欲しい。あー、スクラップか。ちょっとね。え、どうした？やばいやばい。危ねえ危ねえ。めっちゃ危なかったな、今の。やばい。これまずいまずいまずい。危ねえ危ねえ。いやー、ちょっと危なかったな。そろそろ酸素がなくなってきた。まずいぞ。早く浮上しないと。ふう、助かった。さあ、ということで、なんかツタがありますね。光ってるぞ、なんかこれ。この光ってるやつもらいましょうか。なんか絶対必要そうな感じがする。ここら辺いただきましょう。なんかめっちゃ光ってますよね。すごいな、これ。どういう原理で発光してるんだろう。めっちゃ綺麗。あれ？あ、これ結構インベントリー食べますね。食いますね、結構。うわー、すげえな、これ。すごい場所だね。ん？なんかあれ死んでんのか、あれ。このサメなんか死んでるんかな？わからないけど、ちょっと近づくのが怖いからやめる。さ、そろそろ船に戻りましょうか。私はちょっとね、息ができなくなってきたので。やばいな、あと20秒で戻らないと。オッケー。先ほど手に入れたこちらなんですけどね。結構インベントリー食うこちらのアイテムなんですが、これからね、シリコンができるみたいです。シリコンゴムができるみたいで、まあ、作っていきましょうか。さあ、こちらのシリコンゴムはめちゃめちゃ重要なアイテムですね。はい、サバイバルナイフル。先ほど作ったシリコンゴムでこちらのサバイバルナイフを作ることができるようになりましたね。こちらも作っていきましょうか。さあ、ということで、サバイバルナイフ作ることができました。あとはこれだよね。シリコンゴム2つでなんか泳ぐ速度が上がる、なんかアイテム作れるみたいですね。シリコンゴムか。まだ作れるかな。あ、作れるね。よかった。どんどん作りましょう。このアイテム結構重要みたいですね。いやー、いいところにいいやつがありましたね、本当に。シリコンゴム結構重要なので、じゃあどんどん取っていきましょうか。いやー、結構近いところにね、こういういいアイテムがたくさんあってよかったですね、今回は。いや、すごいな。そしてこれですよね、新しく作ったナイフとかいうのは。あ、昆布？これ、昆布みたいですね。これが昆布か。すげえ昆布だな。食べれるのか、これ。なんかすごい。あ、もうインベントリーが全然ない。インベントリーの中身がすごい圧迫されるな。めっちゃ圧迫されるからね、そろそろ戻りましょうか。やっぱり早めになんか拡張していった方がいいみたいですね。ここら辺の施設も拡張していきたいですね。インベントリーがすぐなくなっちゃうからね。なんかできるのか、これ。メッシュができるみたいですね。メッシュは結構なんか使うみたいなので、メッシュに変えておきましょうか。これですね。昆布からすごいもんできるな。万能昆布ですね、これ。さあ、あとは飲料水も作っておきましょう。そろそろちょっとやばくなってきたので飲んでいきましょうかね。今分かったことなんですけどね、船を拡張するにはこちらのビルダーというアイテムが必要みたいで、まだ作れそうにないですね。コンピューターチップが必要みたいですね。コンピューターチップってどれだ？コンピューターチップって何それ。なんかめっちゃ難しそうなやつなんですけどね。銀鉱石とかいうのも必要ですよね。そんなもんねえぞ、それ。銀鉱石って何でしょうかね。これ銅ですからね。銀もあるんだみたいな。それもちょっと取っていきましょうか。まあでも今回はね、
あれとこれとこの昆布取っていきましょうかね。まずはねこれですね狙いはこれ。まずはこれいっぱい取ってこよう。昆布は後回しでいいか昆布はねまだ足りてますので。怖いな、大丈夫？これ取っていきましょう。あーもう取れないのかさあ戻りましょうかね、船の方に。どこら辺になんか銀があるんでしょうかね。やっぱちょっとね酸素ボンベ1個じゃさすがに足りませんねかなり辛いですねこれ。もう1個ぐらい欲しいですね。さあシリコンゴムを何個も作っていきましょう。こちら結構重要なアイテムですからね。あようやく手に入りましたね。これで泳ぐ速度が上がるみたいです。はいこちらですね。さあでは早速、あもう勝手に装備してくれてますね、ありがたいこれでなんか泳ぐ速度が速くなるみたいなんで、なんか腐敗してきてるな。これ捨てますか。昆布がなんか腐敗してきてるからさ捨てちゃいましょうかね。あとね食料探しに行こう。昆布いらない昆布いらないわこれ。食料探しに行こう。飯を探さないとやばいぞ。この目玉が結構うまいんですよねこの目玉欲しいよ。 OK この目玉の魚がね結構あの空腹を満たしてくれる魚なので、どんどん取っていきましょうかね。危ない危ない危ないこいつはなんだこれ、草食動物かな。でもなんか危なそうなガスを吐いてますからね、近寄るのはやめときましょう。さあこれもなんか取れそうな感じなのでちょっと取っていきましょうか。これナイフかな。 OK ナイフですね。ここら辺もちょっともらっていきましょうか。何に使うかよくわからないけどね、多分アイテムに使えそうなので取っていきましょうかね。やばいこれ死ぬあと10秒でやばいやばい。さあやっぱり酸素ボンベがちょっと足りないなこれもう1本ぐらい作らないとね、足りないですね。さあ調理していきましょうか。ごちそうって書いてますからねこの目玉がごちそうになるからね。さあごちそう食べよう。あー結構体力回復してますね。体力じゃないわ空腹ですね。空腹が結構回復した。ちょっとね防水ロッカーっていうのがあったのでこちらを作っていきたいなと思います。ロッカーがないとさすがにねちょっと、あーインベントリーが満パン。じゃあなんか捨てていきましょうか、ここら辺。あ OK。 さあということで防水ロッカーができたので置いておきましょうかね。あこんな感じかな。これ流されていかないよねさすがに大丈夫かな、ちょっと心配なんですけどね。流されていかないか、ちょっと使わなさそうなアイテム一旦ここに置いていきましょうかね。よくわからないんですけどどれが必要なのかいまいちわかりませんが、まあ一旦、あこんだけしか入らないのか結構少ないですね入る量。まあ仕方がない。さあこれは何だっけ。あー昆布かいらないわ昆布は。今回ねガラスが必要ですね。酸素ボンベもう一個作りたいのでガラスを探しに行きましょうかね。ガラスはどこだ。あとついでになんかあれも取っていきましょうか、取れたらね。さあちょっと怖いですねこれこのサメがね結構強そうだからね。さあこれはなんだ。あーどうか、どこに銀があるんでしょうかね銀の鉱石があった、ガラスがあったね。さあそろそろちょっと浮上しておきましょうか。浮上して探しに行きましょう再び。あこれはなんだ塩か、結構でかい塊があったね。ガラスはどこだ。
食料もちょっと欲しくなってきたな。まあまずはガラスですけどね。その前に早めに酸素ボンベ作らないとね。すごいなこれめちゃめちゃでっかいのが落ちてるな。しかも結構綺麗だしねなんか解体するのがもったいないな。さあガラスをもらっていきましょう。さっきの取れたよね。さあだんだんなんか夜になってきましたけどね。やばいな。さあライトつけましょうかね。おお結構いいですねこれこのライト結構使えるんじゃない。意外と明るかった。さああとはガラスをどんどんもらっていきたいんですけどね。もうちょっとガラスが欲しい。あ夜になっちゃったね。うわお完全に夜になったなこれ暗いなこれ。夜になるとめっちゃ暗くなるな。ちょっとわからなくなると嫌なんで早めに帰りたいなと思います。まあ、船の位置はね常になんかこんな感じでマークが出てるので迷うことはないと思うんですけどねていうかすごいなめっちゃ。これはめっちゃすごいわ。火星かこれあちょっと待って、あれあーあったね。びっくりしたアイテムボックスがどっか行ったかと思った。めっちゃ焦ったわ。帰りましょう。さあガラスを作っておきましょう。さあこのガラスであとはこちらですね、酸素ボンベができるかな。酸素ボンベが欲しいですね。なんだこれマジか。ちょっと足らないみたいなので。さあということでここにあったかな。あーありますね。よかったよかった。さあこんなぐらいでいいかな。多分これで酸素ボンベが作れるようになったと思うので、さあ早速酸素ボンベ作っていきましょうかね。あ105秒になりましたね。すごいすごい結構潜れるようになったので、これでだいぶ楽に探索できるようになりましたね。さあということで今回はこの辺りで終わりたいなと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。